どうもうなぎです。始まりました、うなぎのダイエット企画。やっぱね、橋本もね、トレーニングやってるんで、僕はちょっと違う方向から、ダイエットできたらなと思ってましてですね、まずそのダイエットに向けて何をすべきかと、どういうダイエットをしたらいいのかっていうのをね、ちょっと今日同級生呼んでます。同級生もう分かる方は分かると思うんですけど、もうちょっとこの部屋に行ってるんで、まずちょっとお会いしてみたいと思います。行きましょう。鳥ごめんね。いや全然ですよ。同級生の、高校の同級生です。そうなんです、高校の同級生で占い師を22年やってます、これの鳥です。そうなんですよ、占い師、申し訳ない、ほんまに。いやな、今番組とか出てるもんな。なんかいろいろさせてもらってますけどね。そう、フリーの頃はもう違う名前でやってて、そうや、ね、すごい大行列で大阪の南でやらせてもらってました。何回か来てくれたもんね、最初の頃さ。ありがとう、ごめんやで、今日ほんまに大丈夫。違うよ、このダイエットしようとして、ダイエットできるかどうかとか、占ってほしいよ。どういうダイエットをしていった方がいいかとか。ダイエットね、我々の年になるとだってたるんでくるもんね、だんだんね。いや、めちゃめちゃ細いやん。いやいや、お腹はぷよっとなってきてるよ。あ、そう、うん、こんなんて占ってできるもん。このね、僕はうなぎくんが作ってくれた、そうなぎタロットっていうのがあるんですよ。一緒にね、ラジオね、そうです、やらせてもらってまして、 BS ラジオでね、はい、もう終わりましたけど、終わっちゃったけどね、はい、でもその企画で作ったこのうなぎタロット、何も僕が知らないんですけど、タイトルとかを聞いて絵を描いてたんですよ。わお、ハレンチなカード、ハレンチなカード、ね、でも本当これ面白いカードでね、なんかいろんなタレントさんがすでにこのカードで切ってきたんですけど、当たるって評判ない。いや、確かに僕基本占い信じないんですけど鳥の占いだけは信じる、ほんまにすごい。ほんまありがとうよ、当ててきたのを見てるから、ずっとラジオで一緒にさせてもらってたからね、いろんなタレントさんね。だ、そこでなんですよ、だからこれ、ダイエット、ダイエット、うん、やっぱ芸人さん見た目大事です、体資本です。そう、ね、え、これ結構多い、こういうなんか依頼みたいな。いや、ない。今までの占い歴もう長い、20年、22年やってるやん、うんうん、ちょっとダイエット、どういうダイエットしたら、え、ないの、これ一見もないよ、そんなもん。今まですごいいろんな占いあったっつって、まあ、あるよ、その小問題どうなりますか、この家買っていいですか、息子の受験うまくいきますかとか、まあ不倫問題とかもいろいろ、不倫問題、そうそう、不倫とかも女性の多い、ね、バレますかバレませんかみたいなこともやっぱみんなの悩みってすごいって言ってたよ。まあすごいよ、やっぱり言われへんからね、占いに来て喋らはんのよ、うん、でもダイエットはないな。ないの、ダイエット。なんちゅうことに使ってくれねえみたいな。じゃあ今後もこういうやり方ってね、これ僕が成功したとしたら多分ありで。ほんまや、うん、確かにこれでうまいこと言ったら僕そういうジャンルの第一人者になれるかもね。そう、ダイエット占い師みたいな。そうやって、ほんまに、うん、いろんなジャンルあんねんから、今ダイエットって言ってもその食事制限やら運動やら、でも運動でも何の運動したらいいですかっていっぱいあるやん。確かに橋本さん、この間なんかプルプルやってはったよな。そう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 、プルプルプルチェスの板みたいな服着てさ。そう、で精神的なこともあるやん。あ、座禅とかマインドフルネスとか言うよな。いろんなジャンルあるから。確かに、多種多様、多種多様。そう、何が向いてるのか、ちょっと僕が、ね、せっかくならそれ見せてもらおう。だってどうせ答えのないものやもんね、うん、ダイエットなんか、はい、どれが正解かタロットに聞いてみましょうか。今日はお願いします。こちらこそお願いします。鳥先生、いや、同級生のうなぎくんなんで、そんな先生言うのやめてください。同じクラス3年6組。1年の時も一緒やったね。そうやね、うん、出席番号1番と2番でしたね、うん、そうそう、ごめんね、その本名バレるけど、その全然大丈夫ですよ。 うより前っていう、いいか、あしかあらへんっていうな。まあでも、あでもいいでも、どんなんかいろいろあるからさ、井上さんかもしれへんし、確かにね、もう無限にあるからね、あといいでも、はい、お願いします。お願いします。じゃあちょっとね、ここに手を置いて、手を置く、念じてください。はい、俺のダイエットは成功しますか。ダイエット成功しますか。します。届いた、よし、はい、じゃあもう混ぜさせてもらうわな。はい、では行くよ。はい、あれおかしいな、いつもここでこう、あれ全然なってないやん。なれへんな、いつもなんねんけど。まあでも全然全然、まあ、このテーブルがね、あ、
そうや、あの布引いてないからやな、今日は滑り止めが。まあまあしょうがないですわ。いや、ほんまに当たるんす。いや、そう言っていただくのありがたいです。今だって鳥に占ってもらおうと思ったらあんまりチャンスないんじゃん。なんか業界の人とか最近占わせてもらってることってね、あの例えば芸能人の方の奥さんとか、うん、アーティストの方とか、結構そういう方のね鑑定増えてるんですよ。ごめんやで、ほんまに。いやいや、 LINE 一本で読んでほんま LINE 来た時、え、ダイエット、え、何これごめん、ほんまに同級生のなんかな、ごめん、ほんまにごめん。ちなみにあの LINE 来た瞬間さ、インド先生術講座っていう勉強会に入れてさ、うん、めっちゃなんか理屈っぽい計算とかしてた時やってん。ちょうど計算式がいるからスマホ取り出したら、うん、ピコーンって言ってさ、あ、ちょうど来たん。そうやん、びっくりした。ごめんやで、ほんまにそんな大変な時に。いやいや、でも難しすぎてついていかれへん講座やったからさ、ちょっと笑ったっていうか、よかったそうやってよかった、ほんまに、うん、なごみましたでは、はい、左手で半分にポンと言ってもらっていいですか。半分、はい、はい、じゃあ入れ替えましょう。ではね、うなぎくんがダイエット成功するかしないか、うん、いきましょう。はい、1,2,3,4,5,6,7 枚目を取って過去。お、女帝、美しかったね、うなぎくん。女帝、過去ね、美しさのカード、現状、うん、破滅のタワー。現状タワー、でもタワーって一番このあかんぐらいの、そう、一番あかんカード。え、で、ちょっと全部並べてまおうかな。で、これね、じゃあちょっとだけ知識、ちょっとだけは知ってますけど、うん、タロットの意味合いなんか良くないな良くないのが2枚見えてるな。確かにね、うん、じゃあちょっと読んでみていいですか、うん、まず過去のうなぎくんはね、はい、美しかったですほんまって、ほんまか、女帝です。女帝、そのままそのまま過ぎへん女帝の意味のそのでもそうな、そう、美しかった、はい、だけれど現在のうなぎくんは崩れてもてますいや、タワーでね、そう、タワーも崩壊の、もう破滅崩壊。ただ言うてたよな、変わろうとしてる時って一番いいって。あ、なんで覚えてんのね、タワーっていい意味もある、ある、今を変えるっていうね。この通り、素晴らしい、うん、しかもこのカード見て、燃えてます、燃えてます。なんやろ、炎が見えるんです。野生のという炎ね。そう、または闘志。なるほど、俺はよく変わってやる。あと脂肪を燃やす、あ、ね、そうや、うん、やっぱり出てくれるよな、うなぎタロット。だから現状崩れてるけど、闘志が消えていないから痩せれる。なるほど。のだけども、なんかね、だけどもちょっと待ってな、戦車、嫌なカードがね、戦車の前にこれね、あのこれがそうね、嫌なカードって、その2枚ね、ですね、死神ですね、です、うん、これね、うなぎくん痩せれますが、うん、どうじゃ、ですっていうのはすごく悪いカードで、うん、おそらくすごく嫌なきっかけで痩せますよ。え、嫌なきっかけがあります。嫌なきっかけがある、1ヶ月以内に、うん、痩せれるけどね。何それ。なんかですって、精神的にぐわーっと襲われてるカードやから、うん、何か追い詰められる、何かこうしんどいみたいな、うん、ピリピリした間が見えます、うん、お、よくないね。そうやねん、だから痩せれんねんけど、きっかけが悪いって出てんねん。なんか痩せれんのは痩せれんの、そう、でも美しい痩せ方じゃなくて、げっそり骸骨みたいにっていうほんまか。いや、出てもたからさ。まあそうやな、でも骸骨、確かに僕自分で描いたんでね、うん、犬の死神なんですよ。犬、ワンちゃんの死神を描いたんですよ。これでも可愛いよな。首輪をね、首を外されたのかな、外されたか、まあはめに来たか、死神さんに飼われてはみたいな、うん、そう深いよな、そう思うとな。深い、え、精神的なもんで来んねや。そう、死神はメンタルにつく嫌味のカード、うん、マジで、うん、これで、でもね、結局戦車って言ってパレードでしょ。そう、俺パレードなんですよ。ヘラクレスオオカブトが堂々と行進してるやったよね、はい、確かね、戦車。なんかね、このヘラクレスオオカブトは生命力のシンボルやから、持ち返す、
なるほど。しかもちょっとマッチョになって帰ってくる。あ、そうなんや。まあ、たくましいですもんね。そう、確かに、うん、ね、角生えてますよ、うん、この角は何を表しているのかっていうね、上を向いていくパワーを手に入れて帰っていきます。おだけどなんかね、死神が出るからね、血を這うようなトレーニングをするとか、徹底的に食事制限するとか、なんかそういう極端なことやるんちゃうかなみたいなのがこれですよ。なるほど、そうなんや。間違ったダイエットに手を出しちゃって、効果てきめんだけど生命の危機みたいな、それがこのままほっといた時の未来よ。あかんってことか。そうで、まあ、周りに止められて、うん、ここ仲間がいますよ。うん、仲間、橋本さんとか、うん、マネージャーさんとか、うん、いろんな方がちょっと待って、そのやり方間違ってるって言って止めてくれます。あ、なるほど。だから別に俺は思ったやり方でやってもええけど、まあ、あかんかったら止めてくれんねんね。そうやね、うん、よかったよかった、それはほんまよかった。効き目のありすぎるダイエットに手を出してまうんじゃないかなと。なるほど。それで死の淵を一回ちょっとさまよっていただいて、禁断の、ほんま断食とか、骨と皮になります。あんまり良くないってもね、その長い断食とか、うん、了解。で、これ3はいいはずやねんけど。いいよ、ここはね、うなぎくんの心のカードで、うん、基本的にはね、なんか何でも楽しめる人。おー、なるほど、痩せることもダイエットとかいうのも、なんやニコーっとね、なんかこんなん楽しいなとか言って機嫌よくやってます。なるほど。それはいいねんけど、やりすぎたらスイッチが入っちゃってね、止まれへんのよ多分うなぎくん。ブレーキをかけるの下手な人な気がするな。確かに一回入ると、うんうん、なる。ダイエットが意外と楽しくて、やりだしたら習慣になってもうて、やりすぎて止められて、うん、今度鍛えようかって言って、ちょっと痩せすぎたところに筋肉つけて、イケメンになるでしょう。なるほど。まあでも、結果的に成功にはなるけども、うん、何のダイエットをした方がいいのかっていうのも、確かにちょっとそんなんもいけんの。いけます。マジで。むしろそこを絞った方が役に立つもんね。確かに、うん、ダイエット方法ということでちょっといきますけども、うん、またじゃあこれね、左手で半分に分けて見てもろっていいですか。はい、ではどんなダイエット法がいいか、うん、まずうなぎくんの性格をいきます。まだタワーやる。タワーか。うなぎくんはあかんて、これは。うん、また出たね。よくないな。最悪の性格的になってしまうやで、こんなとこ出てもたら。の崩れてるやんみたいな。崩れてるよ、性格。え、性格を出したの、うん、性格って言われた。終わってるやん、もう性格。なんやねやろな。まあ、いいよいいよ、でもこれはもう自分で作ったタロットやし、もう、うん、地震雷火事親父やから、親父になっていくいうことか。親父になっていく、ひっそり覗いてるか。そうなんですよ、世の中で怖いもんを書いたんすよ。親父、地震雷火事親父って言うじゃないですか、日本って。ねえ、だからそれを全部、地震雷火事親父やもんね。ナマズやからね、地震の。ってことあれやね、だからまあうなぎくんがそこそこ変わり者ですと、うん、普通のダイエットでは効きません。えっていうことが出てもたんですよ。じゃあうなぎくん自身がこれからどういう力に助けられるか。お、周り、うん、フォーチュン、周りよね、うん、このカードね、喜怒哀楽を描いてるって言ってた。あ、そうこの喜怒哀楽っていうのは心のカード。お、感情のコントロールをまずせよ言われてる感じやね。なるほど、心から。心です。お、喜び、悲しみ、怒りみたいな、その感情のコントロールをすることで幸せが近づいてきます。まず、燃やしてまえ、いらん感情はみたいなね、うん、煩悩を焼き払う炎のイメージもここに出てくるからね。なんか自分の中の少年の悪い部分をね、まず燃やしていただいて、ほいでもって座禅でも組まはって、喜怒哀楽の感情を鎮めるみたいな。なるほど、メンタルトレーニングダイエットがまずはいいです。なるほどね、まずはね、うん。でもちょっとここから連続でエンペラーやっていこうね。結局どうなれるのか。
いやなんかあかんぽそやな、結局どうなれるのか、うん、ほんで、ね、とりあえずこの周りのカードでダイエットのもっと具体的なものを見てみましたよ、うんうん、はい、結局どうなれるのかは後にしましょうか、うん、まずね、うなぎくんはそういうメンタルをトレーニングすることでダイエットは進めていく、それが第一歩なんだけど、なるほど、第二歩にはね、戦車って言ってね、イケメン俳優の写真を飾る、ほう、イケメン芸人でもいいよあの、じゃあ要は自分のなりたい、 その細さであったり、そうです、うん、なんかね、顎がしゃくれた人っていうのがこのヘラスクレス大株が見えるから、顎がしゃくれた人、うん、写真を飾る、だから芸人さんとかでもコンビで片方は顎しゃくれてあるけど片方は超イケメンみたいな、アインシュタインや、あもうまさにアインシュタインや、イナちゃんと川譲るやんか、そうや、うん、の写真を飾ってたやろ、飾るべきです、これはしゃくれさんとイケメンたちっていう意味あんのかそれえ、もうこの全部出たのまあまあええよ、それは飾るわ、じゃあもうなんか飾るというかもっとなんか、うん、携帯待ち受けにするとかでもいいかもね、待ち受けとかね、うんうん、携帯に財布の中に入れておくとか、うん、素晴らしいです、ちっちゃくしてな、そうです、うん、なんで俺アインシュタインの宣材写真持っとかなあかんねんいやだって出てもたからほんまか、ええ加減せよマジで、いやでも戦車ってイケメンとでもってちょっと野獣のコンビネーションって意味があるからさ、まあそうか、ここではしゃくれたカブトムシになってるけど、確かに確かに、まあ、そう見えんこともないもんな、うん、三日月や、だから稲ちゃんだってもう三日月って言われてるからさ、どうだ横から見たら確かに、おなんかクレッセントムーンみたいなね、そう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 、いいね、あのクロワッサンみたいな、ね、あ怒られるかって感じだ、いやいやでもほんまにもうまあまあそう、オッケーオッケー、これはオッケー、できることはもうやっていくわ、俺もやっていくって決めたから、やりましょう、うん、そして次です、おなんかねこのカードを見ると懺悔をしているんだね、うん、何これ、確かにエンマ様がアウトー言ってるカードやっつってくれててね、うん、ジャッジメントって言って裁きのカードです、懺悔や、ダイエットの時は今日こんな食うてしまいました、レコーディングダイエットとか、なるほどなるほど、そっち系のちょっとこう、はあはあ、それを世間に公開してははーみたいな、例えば1週間に1回やりすぎた食べすぎたとかを経過報告しましょう、で誰か知らんけど赤い顔した人にお前アホやーって怒られる感じです、なるほど、もしかして視聴者の皆さんなのか、まあ、ちゃんと管理してくれる人、そうです、管理してくれる人です、了解に報告します、うん、っていうダイエットです、うんうん、報告ダイエット、ね、報告ダイエットです、はい、了解です、でですよ、で3つ目がエンペラーって言ってね、うなぎくんの描いたエンペラー面白いねんけど、これ裏の顔あるからね、その王様、表の顔は優しい王様で、裏の顔はすごいね、これはねオンオフはっきりダイエット、オンオフはっきりダイエット、そうです、もう期間を決めてやる、うん、どういうこと、1週間に1日だけはアホみたいに食うてもいいね、なるほどなるほど、そのメリハリみたいな、メリハリみたいな、ああみたいなね、やるときはやれと、そうです、うん、了解了解、1週間のうち6日は地獄の鍛える感じ、うん、1週間のうち1日だけはちょっと今日はルーズな日、うん、っていうのがあったらいいですよね、おう、おう、分かる、全然分かる、ただこれ最後や、最後なんて言ったっけ、このどうなりますか、どうなりますか、なんかしばき回されてんのかね、これでも、うん、悪い意味じゃないんですよ、その要はこれ何やったっけ、スルシビト、吊るし人って言って、ね、意味合いないだっけ、ほんまの意味は我慢をして修行する、美味しいものがあっても我慢、うん、なんかうなぎくんスケベな感じで書いたんやけど、そう究極のなんかこの変態みたいなことを書いたような気するんや、そうやね、言ってたよ、うん、ひっくり返ったからね、ラジオでねあなるほどね、これ見て、そうで、ま、これは何がわかんの、でもこれ最終的にどうなるかっていうことやから、もしかしたらうなぎくんがド M になる、なるほど、我慢の快感を覚えてしまって突き抜けてもてます、そういうことか、だからそれそうなるんや、あこれをやると気持ちよくなってしまうんや、もう痩せていくのが、縛りをつければつけるほど、そう、ね、縛り上げられてくくり上げられて
うまくいきますよ、そのド M 育成みたいな。それが怖いね。だからそれのさっきのですがずっと怖いね。その確かにあかんってなってるやん。それやりすぎてまうって出てたもんね、さっきね、うん、周りに止めてもらうみたいな、うん、多分ね、このカードまたここにも出てるじゃない、うん、だから先にこのやりすぎを禁じるために精神を鍛える修行を一番最初にするべきなのかもしれへんね。なるほど、内側から変えていく、まず精神から。そうです、喜怒哀楽とかの感情を見つめ直して煩悩を焼き尽くす炎で燃やしてもうて綺麗になってから、イケメンとブサイク芸人さんの写真を飾ってこうなりたくない、こうなりたいっていうね、天国と地獄を分けていた失礼やぞ稲ちゃんに。いやだって出てるから。いやまあな、こうなりたい、こうなりたくないがはっきりしてるといいってことね。その通り、毎回ね、スマホ見るたんびとか財布開けるたんび、そして食べ過ぎた日には懺悔をする。なるほど、懺悔、うん、報告をする。 OK、 ちょっと頑張るわ鳥、ありがとう、マジで。いやいや、よかったですよ、うん、なんか食事制限とかそっちからもしかしたらね、の方なんかな、俺は出てんのは、うん、ちょっといろいろ試しながら、やっぱ一個っていうわけじゃなくていろんなやり方でやっていきたいと思います。鳥ごめん、ありがとう。ありがとう、楽しかったですわ、うん、ダイエット占い。また何かあったらお願いします。イケメンに変わってる姿をちょっと拝んでます。ちょっと1ヶ月後楽しみにしてる、うん、あのこれで宣材写真をね撮ります。ありがとうございます。どうも銀シャリです。どうも銀シャリです。銀シャリの産地直送漫才、銀シャリの産地直送漫才、47都道府県巡り再開しました。再開しましょう。ええねん、もう臨床せんねん。ええねん、もう臨床せんねん。いやもうパテしてるやん。いやいや、めでたいですね。あ、めでたい、再開しましたよ。再開しましたよ。ちょっと止まってましたけどね。そうなんですよ、やっと動き出しました、うん、47都道府県今まで10何件回ってきました。まだ全然残ってますよ、たくさん。まだ私の件はいつなら、そう、行くよ、行くよ、回り出しますんで。で、ご当地限定のステッカーもあるよ。で、そのあとその県でしかできない、その県漫才も、そう、作ってお届けします。はい、ぜひとも地元の方はぜひしますということで、ぜひぜひお待ちしております。銀シャリでした。お楽しみに。リノベーションネタ、うなぎ特製カレンダー、銀シャリ日記、生麦生米生配信、白粒館、銀シャリグッズ、ファンクラブ先行収穫、橋本直筆色紙、うなぎイラスト似顔絵、みんなファンクラブで待ってるぜ。